はい、じゃあおやきの方がセットできましたので、セットって言ってもね、何もデータ入れなかったんですが、呼気の方に移りたいと思います。で、呼気は、電池内蔵かなと思ってたんですが、電池内蔵されていませんでした。で、大きさが、2.4V の ニッケル水素ですね、これ多分、単4のタブ付きだと思います。これを直列に、ニッケル水素なんで、これ電池1本が、1.2V ですから、これ1個、こちら側にも1個、2個、直列で 2.4V になってます。なんかこれね、秋葉原行けばこれと同じようなのが売ってそうです。多分これパナソニックの純正買うとね、高いんで、まあこれダメになったら、秋葉原行って、タブ付きの電池を買ってくれば自分で作れるのかなと思います。で、これが電池ケースになってますので、これに取り付けたいと思います。で、画面見にくいんですけどね、これ突起がついてます。この上に突起ついてます。で、これも上に切り込みが入ってます。で、このコネクターの突起とこちらの切り込みを合わせて、まあ、反対に刺さらないようになってるんでね、これで入れたいと思います。よいしょ、あ、だめ、こっちだ。よいしょ、はい、これで入りました。今ピッて音がしましたね。で、これをこんな感じで入れりゃいいのかな。こっち向き、ちょっと悩むな。まあどっちでも大丈夫でしょう、線だから。よいしょ、まあこんな感じで、あとはケースを、よいしょ、多少強引に入れちゃっても大丈夫なのかな。これどっち向きのがいいんだろう。なんかこっちのがストレスかかんないのか。あ、こっちのがストレスかかんないようですね。よいしょ。で、よいしょ。はい。で、このように表示が出ております。で、これ見たらば、今のコードレスってすごいんですね。これ、どこにも電極ありません。この中にトランスが入ってて、接点が、電磁誘導で、こちらにも 電圧が発生して、電磁誘導で充電するという、一昔前は絶対ない方式ですね。今もほら携帯なんかもね、接点がない置くだけっていうやつあると思うんですが、あれと同じです。今の携帯すごいな。で、ここにこう差し込んで、ちょっとこんな感じかな、ぐるっと回すと充電中という表示が出てきます。これで、なんか10時間ぐらいって書いてありましたね、説明書には。10時間ぐらいって書いてあったんですが、今ちょっと、やってみますね。自分の携帯に電話したいと思います。はい、自分の携帯に今なりましたので、一応これで電話機として、使えます。まだね、電池がないんで、はい、切ります。はい、このままちょっと、充電をしたいと思います。これでね、使えそうですね。あと詳しい設定とかそういうのはね、また後でやりたいと思います。これで一応家庭用の電話ですね。通常の
今までね、うちは、ホームテレフォンの親機が調子悪くてね、電話機使えなくて、おめえんちの電話は使えないってよく送られてたんですが、これで、復帰しました。自分もね、そうかそうだよな、親機使えなくたって、普通のホームテレフォンじゃなくて電話に入れれば普通の電話機として使えるはずだよなと思ってね、ホームテレフォンを新しく買い足すと結構高いんですよ、特殊なんで。でも考えてみたら2回線ついてるんだから、1回線はとりあえずホームテレフォンの方へくっつけといて、あと1回線普通の電話買えばいいんだよなっていうことで、今ちょっとねパナの一番安いやつ5000円ちょっとかな、親子で、5000円ちょっとの一番安いやつを買ってきました。ちなみに型番が、VE の GD26DL というやつです。で、最初この下の型番が最初から、ポキが2台ついている DW ってつくと2台付きだそうです。まあ別にね、うちは2台必要ないんで、普通の1台だけのやつを買ってきました。こんな感じでね、やっとたけし農場の電話、普通の加入電話もまともに使えるようになりましたということで、まあ多分ね、自分の指令関係は全部あの携帯電話番号を教えてあるんで特に問題ないんですが、まあね、加入電話の方に電話される方はこれでちゃんとつながるようになりました。長い間ご迷惑をおかけしましたということで報告を兼ねて、加入電話の方がまともに使えましたということです。以上になります。